ありがとうございます。すいません、水路塞いでしまいますので恐れ入ります。すいません、今までゆっくり入れていただいて、最後3時半に出てまいりますので、まあ、もしお時間ございましたらまたご覧していただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、お写真最後撮っていただきましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。田舎のありがとうございます。大正解でした。おめでとうございます。ちょっと興奮してしまいました。おめでとうございます。はい、でちょっとご説明いたします。3番の釜石市ということで、近代製鉄発祥の地、地釜石市は鉄の町と呼ばれていますね。はい、この地にあり、全国で大いに盛り上がったラグビーですが、はい、さっきのおむすび丸ですか、おむすび丸をやってましたね。はい、ラグビー、釜石市は2019年のラグビーワールドカップの開催地に、開催都市になっております。また釜石市は海の幸も、自慢の町となっております。ありがとうございます。ではお待たせいたしました。3日までの4日間、太鼓と笛、踊り手の大パレードで有名なお祭りが開催されます。このお祭りの名前を3つの中から選んでください。そばっち、そばっち、こんな感じできますよ。ではこちらも3択となります。1番が盛岡太鼓祭り、そして2番盛岡わんこそば祭り、そして第3番、盛岡さんさ祭り。はい、何番でしょう。今度お子さん、お子さん1番。じゃあ答えいきますよ。正解は3番です。第4問いかせていただきます。で、どんどんご参加くださいね。ではいきます。岩手の沿岸部は宮津海岸で知られる、江ノ島海岸。では続いて2番目、小袖海岸、そして3番目、浄土ヶ浜。さて何番でしょうか。違いますか。じゃあちょっと目から決まりとございます。さすが。はい、ではこちらご説明いたします。青い海、白い砂に松の木の緑のコントラストが美しい浄土ヶ浜は三陸復興国立公園を代表します。景勝地となっております。日本の、そして日本の白砂青松百選などにも指定されております。そして追いかけてくるウミネコに餌をやりながら三陸の絶景を楽しめる、浄土ヶ浜遊覧船や、またサッポ船と